今回の謎解きはこちら。はい、ということで、ポケモンが反イスラムとして認定されている理由ということです。イスラム諸島ではですね、ポケモンが反イスラム的であると批判されていて、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などではアニメの放送禁止されているということです。反イスラム的と見なされた理由はですね、ポケモンの進化がその理由と、進化と呼ぶのが、なんですかね、脅威反するというのと、ポケモンのカードゲームが学徒的とされているのも理由と。なので、イスラム教徒の前でポケモンを口にしない方がいい。反イスラムと言ってるようなものらしいです。はい。